はい、本日はですね、ノースフェイスのこちらのポーチを紹介していきたいなというふうに思います。これの名前がですね、フィルナンデスクーラーポーチという名前になっててですね、あのフィルナンデスじゃないわ、フィルデンスですね、フィルデンスクーラーポーチという全然違う名前を言ってたんですけども、このフィルデンスクーラーポーチというのがクーラーってついてるので、一応なんかソフトクーラーボックスっていうことらしいんですけども、だいたいこれ使う方って、まあ、僕の勝手なイメージなんですけど、クーラーというか普通のポーチとして結構使えるかなというふうに思いまして、もうこの見た目見てもらって、あ、ちょっと見た目ええやんと思った方はですね、多分この動画見終わる頃にはポチってると思いますが、実際僕もこれ1日使ってみて良かったところとか、まあ、そういうところの話をしていきたいなと思います。では今日の話の流れとしてはですね、またいつも通り、まあ、この特徴っていうのをお話しして、次にまたデメリットで、その次におすすめの方っていうのと、で最後にまとめっていういつもの順番でいきたいなというふうに思いますので、まず特徴いきたいなと思います。で特徴はですね、こちら容量が3リットルってことになってて、こういうボディバッグとかポーチ系の3リットルってもう一番いいんですよね。一番おしゃれに見えるというか、5リットルとか7リットルとかまで行くとめちゃくちゃでかい感じ、もう体いっぱいがもうカバンになってくるんですけど、3リットルぐらいが一番使えるって感じで、僕が一番好きなカバン のマカ2というアークテリックスのカバンがあるんですけど、そのカバンも 3.5 リットルとか3リットルぐらいなんで、まあ、ほぼほぼ同じ大きさなので、これって一番シャレオツな雰囲気出るし、活かしてる感じも出るし、ナウい感じも出るので、これは結構あの大きさとしてはちょうどいいんですけど、実際これクーラーボックスとして作られてるので、まあ、それがあのどれぐらい容量が入るのかっていうのをまず見てもらいたいんですけど、3リットルといって一応チャックがですね、この上の部分のチャックっていうのと、あとはこの前の部分のチャックっていうこの2箇所になってるんですけども、この大きいところには一応なんか中入ってるな、説明書が入ってましたね。はい、皆さんはこういう説明書をしっかり読んだ上で、お使いいただければなというふうに思います。で 350ml のこういう缶ありますよね、これが3つ入るらしいんですけど、多分これが作られた用途としては、なんかフェスとかあるじゃないですか、でそういう時とか、あとキャンプの時とかにこう使う用途として作られてるとは思うんですけど、まあ、僕の使用用途はキャンプとかでそんな使わないので、まあ、普段がメインなんですけど、まあ、例えばこういう 350ml やったら3本入るっていうことになってるらしくて、こういう風に縦に入れていくんですけど、まあ、今のスーパードライは僕のなんですけど、次のこの男梅はですね、嫁のやつなんですけど、これをまあ縦に入れていって、もう一個男梅入れて、まあ、こんな感じですっぽり3本やったら縦に入るぐらいの大きさっていうのがこの 3.5 リットルで、一応まあクーラーボックスとしての役割というか、まあ、このままこうやっとったら冷たく持っていけますよというような大きさになってます。まあ、特に膨れてるわけでもなく、本当にもうぴったり入ってるというような感じですね。でこれ後でも言うんですけど、生地自体が防水になってるので、こう中のこういうカンカンって冷えたりとかしたら汗出てくるじゃないですか、汗というんかな、なんかこう水みたいな、それがあのカバンの外に漏れたりとか全然しないですし、逆に外の分があの中に入ってこないっていう、もう先に特徴言っちゃってるんですけど、まあそんな感じになってるので、あの次はですね、あの一般的な荷物をどれぐらい入るかって見てもらいたいんですけど、まずまあ普通に財布、こういう長財布も入るんですよね。長財布がスポッと入って、で次に、まあ、AirPods とか入れていくんですけど、これまあ一応前入れましょうか。前にスポッと入れて、で次は、まあ、自宅の鍵ですよね。これはたまに言われるんですけど、これ耳の形してるんですよね。これ変わってんなって言われるんですけど、ちょっとこれはまあ入れて、で次は、まあ、これはちょっとアイコスじゃないんですけど、あのアイコスと見立ててこういうのを入れていって、まあ、多分男性の方ってこれぐらいがまあ荷物かなと思うんですけど、例えばこれでキャンプほんまに使い行きはる方とか、フェス行きはる方ってプラスサングラスとかあると思うので、まあ、こういうサングラスを入れるんですけど、まあ、これあの僕が愛用してる金子メガネっていうところのサングラスになってるんですけど、ちょっとこの色が抜けてるような感じの、たまに僕あのデート Vlog とかでかけてますが、まあ、これをしっかりハードめなケースというんですかね、これも入ると、はい、まあ、こんな感じで入るので、荷物的には多分男性ってこれぐらいしか入れないと思うので、まあ本当にジャストサイズというか、男性やったらまあこの3リットルでぴったりっていう感じのが一応容量かなというふうになってます。で次の特徴がですね、もう先ほどちらっと言ったんですけど、これ防水なんですよね。だからどんだけ水を濡れようが、雨の日に使おうが、中が濡れる心配がないので、まあ、例えば財布とかもそうやと思うんですけど、まあ、スマホとか携帯とかもこの中にさえ入れておけば濡れる心配がない。例えば雨の日も使えるし、それ以外やったら海とかですね、海水浴とかする時とかにこういうカバンの中に、例えばみんな5人ぐらいで行ったら5人の携帯全部入れといてあげれば、もうこの携帯は守られてるっていう状況になりますし、あとまあさらにタバコ、紙タバコの人とかやったらこういうの入れておいたりとかしておけば、
僕もタバコ吸ってたんで分かるんですけど、紙タバコ濡れた後の味ってめちゃくちゃ落ちるじゃないですか。やっぱ乾いてる、もうカラッカラに乾いてるタバコを眉毛潜めながら火つけて吸うっていうのが、あれがもう激渋で激うまいになってくると思うので、まあ、そういう時にはこれ、まあ、そんな感じでも使えますし、あとそれ以外にやったら例えば現金ですよね。海水浴行ってる時って財布は持っていかへんけど、なんか千円札とかだけ持っていくじゃないですか。でその時とかって、まあ、例えばこうそういう時にこういう前のジップに紙を小銭とかあとお金とか札とかを入れていけばいいと思うんですけど、お札とか小銭の対応って、今まで海水浴行った時っていうのは基本的にタバコの箱のか、なんていうんですか、ビニールのところに入れるっていう感じのってあるあるやと思うんですけど、まあそれでちょっと少年っぽさがあるなという時にはこのカバンが使えるという感じになってるので、まあ要は何が言いたいのかっていうと、まあ防水であるということになってて、さらにチャックも止水ジップを使われているので、こっから水が入る心配っていうかもう全くないので、まあ完全防水であって、あと完全に止水ジップも使ってあるという感じになっております。なので中の水が外に出ることもないし、外の水が中に入ってくることもないっていう感じの防水仕様となっております。で次がですね、これめちゃくちゃ強度があるんですよね。もうこれ見てもらったら分かると思うんですけど、形が一切変わってないぐらい強度がある感じになってて、こういうボディバッグとかポーチって柔らかいじゃないですか。 いくらナイロンを使われてるって言っても、例えば財布をギュッて無理やり入れたら財布の形がポコって出てきたりすると思うんですけど、これに関してはですね、もうそういう感じじゃなくて、もう本当に頑丈っていうか、形がしっかりあるの、元々の形がしっかりあるので、いくら中を入れようが多分この形があんま変わらないんですよね。まあやからむちゃくちゃ頑丈っていうのと、あとさらに外からこうやって擦れたりとかしたとしても、多分全然こう破れたりすることはまあないでしょうし、一応生地の厚さは840デニールっていうことになってるので、まあ、それ840デニールって言ったら結構分厚いんですよね。だからまあそれぐらいの分厚さやったら、まあよっぽどのことじゃないと破れへんっていうか、まあ破れることは多分ないと思いますので、まあ、とにかくどれぐらい頑丈かって言ったら、夫婦喧嘩とかもうアベックとかカップルとかでもうむちゃくちゃ喧嘩して、彼女がこのカバン取ってブワーンって掘り投げたとしても、もう中に入ってるものは濡れることもないし破れることもないというぐらい頑丈になってるので、まあ、よく喧嘩する方なんかにはおすすめのカバンになってるんかなというふうに思います。まあ、以上がこのカバンの特徴かなというふうに思いまして、一応小物入れとかはなくて、この前と真ん中のジップ、この2つしか入れるところっていうのはないので、本当にまあシンプルな感じなんですよね。この前もそうですし、あと後ろは全く何もないような形になっているので、まあ至ってシンプルっていうことにはなってるんですけど、次デメリットっていうところに行きたいんですが、デメリットが2点あって、これはもう明確なんですけど、まず1点目っていうのが、先ほど言ったみたいにめちゃくちゃ頑丈なゆえに硬いんですよね。だからこうジップ開けて、例えば荷物取ろうと思ったら、ちゃんとこうクッて広げてあげんと広がってこないぐらい硬いので、まあ、そこはいいところでもあるんですけど、逆を言えばちょっと扱いづらいというか、普段から頻繁に扱うにしてはちょっと硬いかなという印象はあるので、例えば、まあ、日常的に使いたい方とか、自転車乗ってはったりとかして、こういうのがガンガン当たって痛い方とかは、やっぱりもうちょっと柔らかいナイロンのタイプ、要は普通に一般にあるマカ2とか、あとまあノースエースやったらスイープとかっていうカバンがあると思うんですけど、そういうカバンの方が多分日常的には向いてると思うんですけど、これやっぱり あくまで頑丈さとかはあるんですけど、そういう部分ではちょっと硬いかなという感じでは思います。で次のデメリットっていうのがですね、これもまあ残念なところなんですけど、これ購入した時に一緒にタグに書いてあるんですけど、こちらポリウレタンを使っているので3年から5年で寿命がありますっていうふうに書いてて、よく僕の動画を見ていただいている方は、なんでポリウレタンが3年か5年で劣化するかっていうのが分かると思うんですけど、これどこにポリウレタン使われてんのっていうことだと思うんですけど、これはですね、外のこのテカテカした感じというか、このツルツルした感じというか、サラサラした感じっていうのがポリウレタンでコーティングしてるんですよね。でそれは全面コーティングしてるので、どこが劣化するのって言ったら、全部これが剥がれてくるんですよ。で剥がれてきたらもう防水性とかがなくなってくるので、その時はもう寿命かなという感じでは思うんですが、まあ、それが大体3年から5年で劣化するということになっているので、じゃあ劣化するんやったらこれクローゼットの中に掘り込んどこうって思う方もいらっしゃると思うんですけど、これ作った段階から劣化するので、もう空気に触れてる段階でもう劣化していくっていうことなんで、いくら使わんくても、いくら袋の中に押し入れ入れても、いくら防湿庫に入れても何も関係なくもう劣化はしていくので、まあ、余命がもう3年から5年という感じになっているので、使用期間じゃなくてこれは余命という感じになってるっていうのが、まあ、ちょっとデメリットかなというふうには思います。まあ、なので劣化するまでもガンガン使い続けるしかないようなカバンになっているので、まあ、この辺はちょっとデメリットかなという感じでは思います。で次におすすめの人っていうところに行きたいなというふうに思うんですけど、じゃあおすすめの人はどんな人がおすすめなのかっていうと、まあ、先ほど言ったみたいに、例えばフェスで使う方とかやったら、さっき見てもらったみたいにこういうキンキンに冷えたビールを掘り込むこともできるし、あとそれ以外にやったら周りにパリピがおってこう水鉄砲とか降ってきたとしても、まあ、体は濡れるんですけど、このカバンの中は濡れないので安心してスマホとか入れとけるんですけど、まあ、こういうカバンじゃなかったらいきなりパリピが水鉄砲を撃ってきた
たりとかした時にびしょびしょなんて多いってなると思うので、まあ、それはこのカバンを使ってればならないので、まあ、そういうフェスであったりとか、あとキャンプですよね。川辺とか水回りが使うところとかやったら、あのスマホってこうやって机の上とかに置いてたりしたら誰かジュースとかこぼすじゃないですか。でこんな感じでボシャンとかボシャン、あーごめんごめんごめんって言ってこれがもうびしゃびしゃのビールまみれになったりすることってあると思うので、まあ、それがこのカバンに入れておけば心配はないですし、あとまあ僕が一番これ使うイメージが湧いたのが先ほど言ったみたいに海水浴なんですね。海水浴で海とか行ってる時とかってスマホを外に出してるというかスマホをカバンから出してたらなんかあの暑すぎて軽温注意報みたいな感じでもう動かんくなるんですけど、まあ、こういうクーラーボックスというか、まあ、これクーラーボックスでもあり防水バッグでもありポーチでもあるのでこの中に入れておけばそういう高温の対策にもなるし、さらにあの濡れないですし、あと砂も入ってこないですし、こういう細かいところに砂って入ってくるじゃないですか、ビーチの。そういう心配がないので、まあ、それが僕の中で一番使い勝手としてはしっくりくるんですけど、まあ、そんな感じでもできるかなと思います。でちなみに僕があの前回というかこの間使った時はですね、これ雨やったんですよ。で雨やったからその時はですね、これをあのサラリーマンのおっさん風にこうやってあの頭の上にこうやって傘代わりにして雨をしのいだっていうのがあったんですけど、まあ、そういった使い方もできるので、まあ、そういったカバンかなと思います。ただまあ僕個人的には若干街中で使うにしてはちょっと硬いかなという感じはあるので、まあ、硬さってあんま普段は気にならないと思うんですけど、まあ、ここまで結構硬いというか頑丈やとなんかこの多分自転車とかやったら当たってる感覚するやろなと思うし、普通に歩いてる分ぐらいだったら問題ないんですけど、まあその辺は若干気になったかなという感じでは思います。まあなので夏に向けてとか、まあ冬ももちろんそうなんですけど雪とかでも全然対応はできるので、そういう水回りとかで使えるバッグ探しててんっていう方なんかにはまあ見た目もスタイリッシュやし、あとなおかつ機能性もあるっていう感じにはなってるんかなというふうに思います。まあ、ちなみに定価がですね、これ1万2000円か3000円ぐらいの定価やったんですけど、僕が買った店は9000円ぐらいで買えたんで、楽天でパーって見たら安いやつがあったんで、もうそこポッてポチって購入したという感じにはなっております。ということで、まあ、本日はですねこちらのポーチが、フィルデンスクーラーポーチを紹介してみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。